クレイグ・ウィングはオーストラリアの元ラグビーリーグ選手で、現在はラグビーユニオン選手。シドニーでは絶大なる人気を誇るラグビーリーグの影響をそのまま受け、1998年、サウス・シドニー・ラビットスに入団。2000年、シドニー・ルースターズに移籍し、2002年、ナショナル・ラグビーリーグで同チーム27年振りとなる優勝に貢献。 2003年のワールドクラブチャレンジでも優勝に貢献した。また、2002年にラグビーリーグ、オーストラリア代表に選出され、通算16試合に出場した。2008年、サウスシドニーラビットスに復帰。2009年に退団。なお、ラグビーリーグ時代の主なポジションは、5エース。2010年、外国人選手の解雇に伴い、 新たなスタンドオフ獲得が必要となった NTT、コミュニケーションズ・シャイニング・アークスと、ユニオンの実績がないものの、リーグにおける実績が抜群であることや、当人が、ユニオンでのプレーを希望していたこともあり、入団に合意。同年9月4日に行われた、ジャパンラグビートップリーグ第一節の豊田自動食機、シャトルズ戦に先発出場で、日本での公式戦初出場を果たす。 2012年、神戸成功コベルコスティーラーズに移籍。2013年、日本代表に選出され、5月10日に行われた、対 UAE 戦が、ユニオンにおける初キャップ試合となった。また、2013年のウェールズ来日テストマッチでは2戦、共に出場し、6月15日の対ウェールズ戦では、自ら逆転のトライを挙げ、対動チーム初勝利に貢献した。 2015年ラグビーワールドカップ2015の日本代表に選ばれる。2016年神戸成功を退団した。ありがとうございます。